どうも、たかんぶりです。29日目でございます。時間がギリギリだったので、アイブロウとアイメイクですね、終わりましたので。こちらね、無印良品のいつもね、しっとりタイプ使ってたんですけども、まあちょっとね、乾燥がひどいということで、高保湿タイプというものもありまして、今回はね、高湿タイプの乳液使っていきたいと思います。あ、でもやっぱ違いますね。この感じだけでも。なんか、ピタってなんか保湿してくれてる感じがします。だから乾燥がひどい人はこっちの保湿タイプでもいいかもしれないですね。若干しっとりタイプより高かったですね。100円ぐらい。コンシーラーつけていきまーす。カバーパーフェクションチップコンシーラーですね。ファンデーション塗っていきます。この間、このノーセバムをこれね、あのファンデーション代わりに塗ってたんですけど、コメントいただきまして、これはね、あのファンデーション代わりじゃないっていうことで、ファンデーション塗った後にこれはかけるというか、仕上げにつけるパウダーらしいんで、僕やり方間違ってたらしいですね。ということで、ファンデーションからやっていきたいと思います。仕上げにやるんだね。そう、いろんな道具がありすぎてちょっと分かんなかったですね。ハイライトとシューティング、はい、ということで今回こんな感じですね。ファンデーションね、ノーセバムっていう新しいやつ買ったと思ったんですけど、あれがまだ仕上げのパウダーだったらしくて、まあ、ファンデーションをまたねちょっと手に入れたいと思います。アドバイスいただきまして本当にありがとうございます。まだまだね、わからないことばっかりですので、もしまた違ってたりしましたらね、ぜひコメントよろしくお願いいたします。まだまだ深いですね、奥が。頑張っていきたいと思います。それでは今回終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。チェイシェイついでにご挨拶、よいしょ。